きれい。画質きれい。あ、なるほどね。負けドックさん頑張れない岐阜です。ありがとうございます。髪型ってことでしょう。振り手にしようかな。すごっ。あ、すごい。ねえ。黒くなる。これでいいか。操作が慣れない。どうしよう。こっちにするか。やっぱ髪の色は白に決まってんだろ。ハゲさん、やっほい。ね、白ないの？白、白。白はないんですか？ねえ、あ、これで？ああ、はいはい。あら、ハゲのコメント除外してんのかな。なんか顔嫌なんだけど。なんで？もう嫌な。何？ね、顔嫌なんだけど。顔まず決定で FA。 違う。こっち行ってくれ。オッケー。あ、レアボリさん、やっほー。無理だった。もう目嫌なんだけど。まずちょっと待って。目をどうにかしていい？何これ、大丈夫？なんだ？やばいっしょ。やばいっしょ。いや、厚化粧すぎて嫌なんだけど。ちょっと、なんだろう。ちょっと待って、スイッチ起動していいっすか？起動して。なんか嫌なんだけど。なんか痛い子みたいになってる。どうすればいいんだ？
頑張るか。わかんない、上まぶたでしょ、もう閉じとくね。あ、どうもこんにちはって感じがする。まあ、まだマシなするわ。なおさんいらっしゃい、こんちゃん。てか BGM うるさくない？バニラ君の方がうるさいわ。きつーって感じじゃん。きついやんそれ。目尻でしょ、目尻ツンとしたくでもかな。65とか目の奥行き、奥行きは別にいじんなくてよさそう。目の幅、目の幅、あ、そういうことね。あ、でも良くなってきたんじゃない、口がちょっとあれだけど。ね、分からん。瞳の大きさでかくでしょ。お、可愛くなった。でもでかすぎも変か。とりあえず適当に作っとく。見る方向によってなんか可愛さが違うの、ちょっと尺に触んな。髪の色はちょいいんだよ。赤もいいな。まあ、V と同じ色でいきましょう。紫ではないんだよ。青。誕生石、え、なんかストレス溜まりそう。なんだこのゲーム。 OK、 花花いきます。花の高さ、あー、こんなもんかな。花の位置下げすぎちゃう、上げすぎちゃう、ヘルプ。これぐらいかな。なんか波数嫌だよね。鼻筋の高さ。これぐらいで良さそうじゃない？ダメ？ダメ？もうちょっと高くしとく？あー、でもこんなもんかな。
こで帰れんだ。じゃこれは100で良さそうね。違いが分かんない。あーこれはないな。あでも可愛く見えてきた。マジいいぞ惚れた。どんどん惚れていこう。なるべく右下の、え最高かよこの位置、あーなるほどねやばいでしょ。もうちょっとかな。もう分かんない。45、え差が分かんなくなってくる。あーそっか。40と50でそんな変わらない。一周した。こっち。何が変わってる？あーアヒル口、めっちゃアヒル口、やば。可愛くな。口の奥行きでしょ？うんこれぐらいでしょ。口の幅。でかいでかい。えでもちょっとみんな私の靴比べて。どう？一緒？一緒じゃない。はい。一緒？一緒だよね。こんなもんか口の位置。ああなるほどね。一緒だよね。口角の位置？何あんたこっち見るんじゃないわよっていう冷たい感じが出てる。こんなもん。もうちょっと上げても良さそう。上げすぎ。良さそうじゃない。唇の厚み大事よ。なくていいんじゃね。熱い熱い。なくていいわ。なくていい。ひげ、ひげね。うんいらないよ。何を言ってんだ。いい感じのあったの。違うな。お願いいたします。色がダメな気がしてきた。あーなるほどね。細かくできるのね。はいはいはい。バニラくん騒がしいわよ。なんかいじんなくて良さそうなところはいじんないでこう。
からね。もう分からん。ちょっと調べるか。調べる。お散歩してるからね。シャワーのこっちが多いみたい。で？うん？して1130 50 57え？カラーがH0 の0の85、56、85、56。あ、ペイント2までやるの？はーで3 70 50 50 50。カラーが25。違う。0。5だって。え、変わってる？タイプ3だって。タイプ3で50。え？あ、違う、タイプ9だ。タイプ9の50 50 50。カラーが細かく操作できません。あ、できた。9 71
あ、待って、顔の輪郭もあんの？誰か助けて。顎の奥行き。ああ、しゃくれてるか、しゃくれてないかってことね。違うの、しゃくれるんだったら長く、しゃくれてきた。しゃくれてきた、やだ。あ、これぐらいでいいんじゃね。なんかしゃくれてね、あの、しゃくれの錯覚。すごい、あの、ね。あ、でもだいぶマシになってきた。しゃくれてるように見える。マシになってくんだ。あー、もう頭がこんがらがう。口も回んねえよ。えら？あー、日本人はえらでかいよね、よく噛むから。え、もうしゃくれてないじゃん。ゼロにしようかな。ちょっと、ゼロ欲しいな。まあさっきのはね、あとはもうおすすめあるらしい。ほんと？ゼロと58。やばいっしょ。ゼロの58。あー、健康的、かわいい。これにしよう。年齢ちゃった。あれ、101歳なんだけど年齢ないんですか？あ、でもピチピチなんで0歳ってことでいいっすかね。0歳でいきましょう。私0歳。眉毛やってなかった。眉毛もおすすめでいいんじゃね。眉毛のタイプ2、カラー35、30、10、35、3、10。濃いな、濃いな。おすすめのカラーを濃いですね。やめましょう。はい。
アイケのカラーはこれでよくない？体の体型って変えれないの？なんかあれ？最近は無理なんだ。じゃあもうコーデでやっていくしかないか。太ってるやん、こんなん。やばくない？筋は若干あるかもしれないけど、足太。いいんじゃない？決定をしてなかった。ハンターの名前。これひらがないけんの？あ、いけんだ。もうダメだ。はい。あるよね。確か猫もいるんじゃなかったっけ。うん、思い出した。なんかスイッチの時も発狂した覚えあるの。どうも発狂しか勝たんっていうね。いや、バニラくん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 で作ったはずなんよな、あっちも。あ、違う、バニオとバニコで作った。やだよ、バニラくんやで、うちの子やで。ちゃんとやるに決まってんだろ。何が変わるんだ？模様のタイプ見えないじゃないか。模様なんてないじゃないか、このホワイトには。ない。
ニラくんはクルンクルンの目です。バニラくんは若干若いよな。これでこれぐらいかな。こんな感じ。実はじっくり見るとそうなんです。耳はバニラくん耳近いのはこっちかな。尻尾こっちかな。いやでもくるんとしてるからこっちだな。みんなあね、ニラくん、まあいいや。よし、バニラくん、オッケー。動物は簡単だ。うむ。バニラくん。バニラくん、うえーい。じゃあここはやっぱり管理人に、猫がいるので野良猫さんを作ります。猫にしたら三毛猫かな。こっちっぽい感はあるな。なるほど。無理だそれは。野良猫さんはこんなもんかな。耳かわいい。みんな
ケバニラくん、何選んだか忘れました。ゴワゴワしてそう、毛が。綺麗だな。え、かわいい。きれきれい。あ、そうだ、鳥も追加されるもんな。
ーとして認めてくれなかった。そもそも話がね、すまんのよ。うんうん。ギルドへの登録、ギルドマネージャー五穀様のところ。操作方法違うぞ。まあいいや。さんいらっしゃい、こんちゃん。配信概要欄左下見てくださいね。